皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。どうも、しもぶでございます。本日、4月の1日、何の日、実はですね、私、芸歴12年目になりました。おめでとう。おめでとうなのか、はわかりませんが、私、芸歴、12年目に、突入いたしました。だから11年が終わったということでございます。まあ11年一応この世界にいましたけども、まあギュッとすると約3ヶ月ぐらいなんでしょうけども、まあ一応11年間やらせていただきます。18に芸人になろうと思って、太田プロの養成所に行って、19から太田プロにお世話になり、11年が経ちました。早いようで短い、短いようで早い、どっちなんだってね、私もわかりません。まあね、でも正直、この4月になるとね、やっぱ芸歴が1年増えるんで、正直嫌です。やっぱ芸歴っていうのはね、ずっとね、3、4、5、この辺で止まっときたいね。3年目、4年目、5年目、5年目いったらまた4、3でいきたいですねまあその辺はフレッシュの芸歴なんでね、もうね、歴が長くなればなるほど嫌になってくります。正直ね、18で東京行って芸人になるって決めたとき、誰も私が11年間続くと予想した人は誰もいないと思います。私自身も正直、こんなに続くとは思っておりませんでした。10年は最低やろうと。この世界入るっていうのはやっぱ厳しいところっていうのは分かったから、まあ、10年はね、厳しくても我慢しようと。やりたいことなんで。って言って、まあ、10年を目標に18で行ったんですけど、まあ、その10年も多分みんなは、周りの人とかは、続かないだろう。まあ、多分すぐ1、2年とか3年、持って3年ぐらいで、地元福岡に帰ってくるんじゃないかなと、ね、予想した人は大外れでしたね。なんと11年やっております。まあね、10年の区切りも、通過して、11、12年目に入ると、本当に予想してなかったです。来年の13年目も無事に迎えられることができるんでしょうか。まあそれはね、今年目標を立てたチャンネル登録1000人に行かなければ芸人辞めますと公表してますんで、行かなければ13年目には、残念ながら突入できない。だから毎回おっしゃいますけど、私の力だけでは無理なので、見ている皆様でチャンネル登録してない方いらっしゃいました、チャンネル登録のボタンを押していただくだけでありがたいんです。でアカウント、 YouTube のアカウントを持ってない方は YouTube のアカウントを作ってチャンネル登録していただけてるだけで本当に私もムーが救われます。お願いします。そしてチャンネル登録してる方は、まあ、もしよろしければもう1個か2つ別のアカウントを作ってもらって、1、2と増やしてもらって、そこでまたチャンネル登録する。それか、家族に無理やりチャンネル登録をさせる、こういうのをね、広めていただけると私の芸人生命が少しでも伸びますんで、どうかご協力よろしくお願いします。まだ続けさせてください、芸人をね。まあ自分で今年になって、1000人いかなければやめますって言ったんで、見てる人からしたら関係ない話なんですよ。本当に、むちゃくちゃなことを言ってると思います。自分でやれよって話なんですよ。誰も別にね、チャンネル登録1000人いかなければやめないといけませんって言ったわけじゃないんですよ。ただ自分で、自分追い込んだだけなんですよ。だから、なんでしょう。自分でやっといてね、皆様に協力していただくっていう、ちょっとまあおかしな話かもしれませんけど、ちょっと、お願いします。チャンネル登録の。でね、こうやって、登録してくださいって、言ってるんですけども、そしたらね、まあ、応援してくれてる方から一人ね、メッセージが届いてね、してくださいじゃなくて、してくださいって言って、1000人行くんじゃなくて、自分の力で、動画とかは内容を変えて、動画のね、出来次第でチャンネル登録を勝手に増えていくっていう方が、いいんじゃないですかっていうコメントが来たんですよ。その時に私ね、返信ができませんでした。心をズサッと刺されました。いや、おっしゃる通りなんです。まあ、そうなんです。
そうなんです。自分の力で、1000人行くのがそれ理想なんです。でもね、行けないんですよ。行 けないから、行けなかったらやっぱね、人間、頭下げるしかないんですよ。頭下げてね、お願いするしかないんですよ。確かにその応援してくれてる方のメッセージはね、もうおっしゃる通り、私基本メッセージくれたら基本返信するんですけど、もしその方にはね、ハートしか送れなかった。ハートのこと、ハートしか送れなかった。コメントはできなかった。それはやっぱね、図星っていうかね、心に刺さった、自分の、裏側の方部分にね、ずしっと重みにね、刺さっちゃったんでね、返信ができなかった。まあ、そうなんですよ。もうおっしゃる通り。で、見てる方でね、そう思ってる人もいると思います。そんなお願いしますとかじゃないんじゃないんですかって思う人はいると思います。それももうおっしゃる通りです。まあ、その人たちにも本当に、自分の力のなさで、いけないのは本当に申し訳ないと。もう私、12年目なんで、頭を下げることしかできません。お願いします。今のところ378人ですかね、チャンネル登録が。正直このペースでいったら、今年中1000人は、まあ、ね、ペースでいったらですよ、無理でしょう。でもね、諦めてないんです、本当に。まあもう本当いろんな手段を使って、でも1000人いこうと思います。頭を下げまくってですけど。まあ、私のね、11年間芸人やってきたのを考えたときに、まあ、頭を下げながら、11年やってきた芸人だなっていう感じなんですよ。多分何言ってるかわかんないけど。まあ、そういう感じの芸人だなと。頭、まあ、ペコペコしながらって言うとね、言い方悪いですけど、ペコペコしながら11年やらせていただいたって。後輩にもペコペコしながら、先輩にもペコペコしながら、ね、いろんなスタッフの方にペコペコしながら、11年間、やらせていただいたっていうのがあるんで、だから12年目をね、改めて、ペコペコしながらやらせて、いただきたいと思います。芸歴12年目になったお祝いと言いますか まあお祝いと言いますかね、チャンネル登録 していただければ、よろしくお願いします。っていう動画になっております。 4月1日早々。基本4月1日だからエイプリルフールだからなんかね、そういう動画上げるのかなと思った。12年目になったっていうの報告と、チャンネル登録してくださいっていうお願いと、12年目はペコペコさせてもらいますって いう報告でございます。だから12年目もよろしくお願いします。13年目になるためには、本当に皆様の力が必要でございます。だからお願い。します。じゃあ本日はこんな感じで終わりたいと思います。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。本日も明日。